どうもアガポリです。今回はフリーブレイズの倒し方についてです。それでは早速いきましょう。フリーブレイズは最初そのままではダメージが通らないです。ただ頭の角が炎属性の弱点となっているので、ファイアウィズローブのような炎属性の攻撃ができる魔物を使って攻撃をしていきます。3本破壊できるとこんな感じで体が白くなりまして、ダメージが通る状態になるので剣士モードになって切りつけていくと。でしばらく攻撃しているとひるんだ後に立ち上がって、でまた黒い状態に戻ります。その上で頭の弱点が氷属性に変わるので、今度はアイスウィズローブのような氷属性の魔物を使って攻撃をしていきます。同じように頭の角を3本破壊すると体が白くなるので、この状態になったら剣士モードで攻撃してダメージを与えていくといった感じです。で一定ダメージを与えるとまた体が黒くなります。3回目以降は弱点がランダムで変わるので、角が青だったらファイヤーで攻撃、赤だったらアイスで攻撃といった切り分けが必要となってます。角が赤に変わったので今度はアイスで攻撃ですね。で体が白くなったら剣士モードで攻撃をしていきます。暴れて近づきにくい場合は距離をとって弓か爆弾で攻撃していくといいかと思います。炎攻撃はかわしつつ近づいて剣で攻撃をしていくと、こんな感じの立ち回りで勝てるかと思います。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。